はいどうも、こんにちは。島です。はい。不毛な会話のデータ編がやってまいりました。はい。えー、不毛な会話のデータ編ですね。えー、今回紹介させていただきたいデータはですね、喫科書の方を紹介させていただきます。はい。え、それではね、最初に紹介させていただきたいデータは、人気データの方を紹介させていただきます。じゃあ、こちらですね。どうぞ はい、えー、見てもらうと分かると思うんですけれども1番人気がですね5勝を挙げてるような形です、えー、7番人気以下はね4勝まあ数は等数は多いんですけれどももちろんね7番人気以下になりますのでもちろん等数は多いんですけれども、えー、8番人気までがですね勝率を上げてるような形になりますはいまあ、特にね注目してほしいところ部分はですね 一番人気の、まあ、安定感ですね。ここ10年間で、えー、5勝を2着1回、3着1回ですね。まあ、着外が3着、あ、3回ありますけれども、まあ、基本的には馬券に絡んでるという形になります。ただですね、えー、全体的にですね、紐はいろんなとこから出てるっていう形ですね。10番人気以下でも、えー、2回、 ほど紐に絡んできておりますのでまあ、その辺は注目していただきたいかなと思いますはい、えー、続きましてですね、えー、枠盤の方ですね、えー、枠盤の方はですねちょっとデータの量が大きいのでこちらの都合でまあちょっと出さないんですけれども,も表示は出さないんですけれども基本的には全体的にカチウマは上がっておりますはい だけどです、だけどですけど、え、距離がね、長いからってね、どこでもいいっていうわけでもなく、最中枠、最内枠ですの、一番の馬枠は、えー、馬番ですね。はい。一番ね、ロスが少ない競馬ができてますので、かなりの有利なっていう形になります。はい。まあ、こちらですね。一番だけのデータなんですけど、こちらです。はい。えー、一番。 えー、見ての通り、えー、2回に1回は必ずふ、あのー、馬券に絡んでいるような形になります。はい。かなり高確率で絡んできていますので、まあ、左右内枠の馬は無視はできないという形になりますね。まあ、最悪ね、紐で引っ掛けとかないと取りこぼす可能性も大いにあるという形になります。はい。ではね、次ですね、客室データです。こちらですね、どうぞ。 はい、データから見てもらうと分かると思うんですけれども、はいあね、無理にねこう逃げ追い込みっていう形でなければ、ね、基本的には勝ち馬が出てるような、ね、先行差しであれば勝ち馬出せる、まあ、特に、ね、先行がかなり有利な状況です。 はいまあ、客室的には、まあ、キレとスタミナがある馬が両方兼ね備えている馬が、まあ、勝ちやすいっていう形にはなりますはい、えー、次、前走デートですねこっち重賞だけなんですけどこちらどうぞはいです、ねえー、さらにですね内訳はこちらになりますどうぞはい ほとんどの馬がね、えー、神戸新聞杯から、ね、勝ち上がっているような形になります。はい、えー、2勝足らないんですけど、その2勝は、えー、1000万下からの2勝があるような形になるだけですので、まああまり気にしなくてもいいかと思います。セントライト記念組はね、どうしてもですね、こう負けてしまうっていうこと、まあ特にね、えー、東から、三保から来る馬が多いんですけれども、 えー、ここのね、相性のね、データがありますので、少し見ていただけると思うんですけども、えー、こちらですね。どうぞ。はい。えー、まあ、東西で分けた成績の結果なんですけど、圧倒的に立党が強いような形になります。はい。 もう基本的にはねここからしか勝ち馬が上がってないような形ですね。10年間。えーとーですね。ミ保が、ね、勝ち馬を出したのは、えー、2001年か2年だったと思うんですけども、もマンハッタンカフェから、えー、勝ち馬が出てないような状態です。はい。なので、ちょっと割引、ね、ミ保から来る馬は割引が必要という形になります。はい。 えー、それではですね、はい、えー、まあ、こちらでね、今ね、手持ちにあるデータは、えー、これだけのような形ですね。まあ,あとね、強いて言うんであれば、まあ、前走の人気データとかもあるんですけれども、まああまり、まぁ、あ、一番人気にね、押されてる馬とかがね、やはり強いとか、あと前走着順ですね、まあ、特に注目してほしいんですけど、 えー、勝ち馬についてだけですね。はいえー、勝ち馬は、えー、前走は必ず、えー、1着から3着以内が条件になります。えー、特にですね、えー、条件戦になりますと、条件特別オープン組になりますと、必ず1着ではなければならないというデータがあります。なので、それ以外の馬に関してはかなりの割引が必要だということが覚えておいてください。はい。 えーまあ、こういった形で、ね、一応データの方を紹介させていただきました、えー、もちろん、えー、今回、ねえー、注目している馬なんですけれども、はい、まずは、ね、1頭は、まあ、皆さんご存知の、えー、ワンオンリーですね、はいえー、ダービー1着、えー、前奏の神戸新聞杯着ですね、まあ、皆まで言うまでもない今回一、ね、本かぶりになりそうな一番人気になると思います えー、今年はですね、決、え、闘、ー、がですね、大体菊花賞は決闘で買う人が、ね、結構多くなってくると思うんですね、ダンス・イン・ザ・ークサンクだったりとかですね、はいまあ、そういった、ね、馬が、ね、今回いないんですよ、1、はい、頭も、まあ、母・父にはいるはいるんですけれども、基本的にはもう短距離だったりとか。 決闘的にね怪しい雰囲気をちょっと醸し出してるんですけれども唯一ねハーツクライサンクがねあの一番ですね2600以上の成績がいいというまあ距離適性もあるんじゃないかっていう部分も込めて、まあ、ワンドオンリーがね皆さん多分一番人気になるんではないかと思うような形ですねはいまあそれ以前にねま角、あ、も一番上ですからねダービー勝ってますからねはい まあそういった形でまあ皆まで言うまでもないような話なんですけどまあそういった形でまあワン,アンドオンリーを押させていただきますあとはですねもうみんな一緒なんですけどまあ強いてね僕がね上げさせていただくんであればまあ当選スターダムの方を上げさせていただきますはいまあなんでこの馬かってまあねえ木,木賞からね惨敗続きの馬なんですけどもやはり京都三照っていう部分が やはり大きいかなと思って距離はね問題なく走れるとは思うんですけどもまあいかんせんねえー、主戦のねジョッキーが言ってたんですけれども3コーナー回った辺たりから手応えが一気になくなると、はい、まあ京都はね3コーナー回ったぐらいから下り坂になりますので まあその辺でねうまくねおり、あのー、走ってくれればという念を込めてだと思うんですけども、まあ、得意のね、えー、京都3勝してますので、まあ、こういう馬がね活躍してくれたらまたね来年も面白くなるんじゃないのかなという部分で、まあ、当選スターダムの方を2番手に、ね、今回は挙げさせていただきました。はい まあ,あ、とは、もう、怒り寄ったり、まあ、どれが来るかわからない。まあ、本当に分かりにくいですね。まあ、一番ね、台頭してくるのは、さっき言った通りね、神戸新聞杯からのね、あの馬がね、あの、一、二着に入ってくるケースがやっぱり多いので、まあ、その辺のが人気になっていくんじゃないのかなと思います。はい。えー、またね、あのー、金曜日か土曜日あたりにですね、 えこうまた動画を上げアップさせていただき、予想の方のね動画をアップさせていただきますので、またよかったら聞いてください。長々聞いていただきありがとうございます。参考にしていただけたら幸いです。ありがとうございました。